ちは。今日は私たちが大好きなゲッターズ飯田先生の本をこちら読みながら2022年の運勢を見ていきたいと思います。太子さんがなんかゲッターズ飯田さんのなんか LINE を登録してて、なんかありがたいお言葉がたくさん毎日見れるから登録した方がいいって言われて、朝晩来るの。そっからハマっていって本を買うようになった。2022年の運勢見たいですよね、うん、見たい。こっちのあんちゃんってこと、銀の方を。そうです。それぞれに見てるってことね、はいはい、で太子さんは金のラスイン版。ラスイン版なの。ラスイン版え、まんちゃん、じゃあこれ読んでもいい？覚悟のある自由人。あら、そうなんです。でもそんな気がする。人と違う生き方をする星、独特なファッションの星、不思議な人を好きになる星、お金に執着しない星。ぴったりやないの。そうなんだ。ぴったりやないの宮崎でだって基本性格、発想力豊かで不思議な才能を持つ変人。変人まあまあ変人でしょうね。変人ですね、うん、独特な世界観を持ち、他人とは違った生き方をする頑固者。あ、そう、頑固者なんだよね、うん、自由と一人が好きで、他人を寄せ付けない生き方をし、独自路線に突っ走る人。確かに自由、結構やばいやつみたいな感じ。いや、でも活字で見ると協調性ゼロじゃないですか今のところ。でも一人好きじゃん。まあね、そうです。結構大勢のところ好きじゃないじゃん。そうですね、うん、それはそう。不思議な才能や特殊な知識を持ち、言葉数は少ないですが。少ないですよ。少なくないが、うん、理論と理屈を語る人。文章変えましたよね今ね読み替えたよね今周囲から変わっていると言われることも多く、理解されると非常に面白い人だと思われますが、基本的に他人に興味がなく、尊敬できないと本音で話さないので、そのチャンスも少ないでしょう。全部言わないで、ゲッターズさんも全部言わないで私のことを全部言わないで、本に書かないで。でも独特な世界観を持ち、独特なファッションしてるもん。独特かな。だってディズニーファンでもなんでもないじゃんディズニーファンですって好き好き。あ、でも今日これなんで着てるかっていうと、これ本見てください、今年のラッキーカラーなんです、銀の鳳凰の。だからちょっとほら、ちょっとパープルっぽいのを無理やり。パープル着ろよいや、これパープルじゃないですか。パープルじゃない無理やり。パープルの足してるからこいつ。本当だ、パープルの足してる。ちっちゃ。でも最後さんもこれ最後さん黄色だから、今日スカートが、ほら狙ってきてる。それ最後さんの基本性とか。ネガティブな頑張りや持っている星、負けを認められない星、頑張りすぎる星、空気が読めない星、スポーツをするといい星。当たってるのと当たってないのがありますね。そう、でもね、私意外とそうかもしれないって思う。すごいポジティブに見えるじゃん、うん、でもポジティブでいなきゃって意識して生きてるから、実はネガティブかもしれない。あ、なるほど。それをポジティブでいなきゃっていうのを頑張ってるってことか。そう、頑張ってる。だからネガティブな頑張りよ、うん、意外。あ、まあ負けを認められないとかは当たってる。あ、それは合ってる。見たことないよね、負け認めたの見たことないな。だって負けるようなところある。だって私がね、この私が負けるようなところなんてないわよ。そんなシチュエーションがあった。初負けのシチュエーションがサイチャンネルでありましたか？ないです。サイコ様に負けるような。全部サイコ様に言っちゃいけない言葉。サイコさん、それ間違ってます。そうだ、そこの前の星ひとみ先生はそうやって言ってた。すごいです。すげえ嫌なやつ。続きですね。基本性格、さっぱりとしているが実は人が苦手、負けず嫌いの頑張り屋、人と仲良くなることが得意ですが本当は人が苦手、真面目で意地っ張りで融通が効かないところがあり、あ、人と波長が合わせられないタイプ、生意気なところが出てしまい、なんか悪口みたいな。大丈夫書いてあること、私が思ってることじゃないよ、書いてある。びっくりしちゃった、こんな悪口ばっかり出てる。心が高校1年生から成長しておらず、さっぱりとした性格ですが、ネガティブなことをすぐに考えてしまうところがあるでしょう。でもね、当たってるのよ。心が高1から高1年生で止まってる。でもそれも心当たりあり。高1からだって芸能始めてる、うん、だっていつまでも新人の気持ちといるからね、こっちは。もう芸歴20年ぐらい経ってるけど、全然新人の気持ちで頑張ってるよ。ちょっといいことですね。いいことだ。いい風に捉えて2022年はこんな年、うん、まんちゃんいきますよ。失敗しても楽しめる年、ただ約束や時間はしっかり守ってください。
はい、変化が多く楽しい1年になりますが、熱しやすく冷めやすい気持ちも強くなり、現在の環境に急激に飽きてしまうかも。無謀と思えるような挑戦をしたくなったり、引っ越しイメチェンで失敗してもそれすら楽しめるようにもなりそうです。あ、楽しめる楽しめる、うん、これまでにない大きな失敗をして信用をなくしてしまうことがあるので、約束や時間はしっかり守るように。失敗するって失敗ねえ、書いてはっきりと言われましたね失敗しますがってね。でも楽しいって。楽しいいいんですか引っ越そうとしてるもんね。引っ越すのやめようかなって思っちゃっただって引っ越しやイメチェンは失敗しますがって書いてるね。めっちゃ怖いよ。これまでにない大きな失敗をして信用をなくしてしまうことがあるので、あるのでだって決定、うん、それどうしたらいいんですか。それでも楽しめる。それがあるから約束や時間はしっかり守りにしましょう。大変なことが起きる予感しかしないんですけど、でも大丈夫、楽しめるって。おー、ポジティブただ私が心配なのは現在の環境に急激に飽きてしまうかも。あら私結構飽き性、うん、ベースが飽き性だから、どうしようファームからいなくなっちゃうかもしれない。牧場飽きたってないです。それは絶対ない。ファームからいなくなることはない。トータルではいいんですかね。いいことだと思う。失敗しても楽しめる。まんちゃん自身はすごい楽しいから大丈夫だよってこと。さよこさんのじゃあ2022年。何なんて書いてある。自分の目標を定める年。目標となる人や憧れな人を見つけるにはいい年。同世代で結果を出している人からいい影響を受けられるので、自分と年齢の近いスポーツ選手や俳優が活躍している舞台や試合などに見に行くといいでしょう。じゃあ行ってみよう。ちょっとあんまりそういう時間をさ作ってなかったかも。確かに。サエコさん自分のやっていることと似ている人で憧れているこの人を目標にしてるみたいに言わない、いないじゃないですか。いない。それってすごいなと思って。サクセスストーリーがあるからね。そう、ね、でもそれないところを突き進んでるからそれがすごいなと思って。でも私も見つけたいって思って、そういう人がいたりとかしたらちゃんとなんかその人の話を聞きに行ったりとかはしたいなって。芸能はそうだけど、ちょっと自分の中で本当にしたいことはやれてないから芸能の、そういう意味でそこの憧れがいないだけで、あとまあ物流だったりとかさ、ファーム事業とかも誰かがやってるからこの人みたいになりたくってやりましたってわけじゃないから、仕事通してそこに対する憧れの人がいないだけで、ただそこの世界で極めてる人たちの話とかは聞けるから、そういう意味では参考にしてるし尊敬もしてる。自分がやってることの延長に人がいないだけで、それぞれの分野ではいるからリスペクトはしてる。頑固者で、人とぶつかり合ってばっかりでネガティブだってことで考えた私頑固者だよ、本当にみんなもご存知だと思うけどみんなもようついてきてくれると思うの。これって思ったらそれにしか進めないしさ、それを整えるみんなは本当に大変だと思うし、でも自分が自分の生き方としてそこに美学を感じてるから、それを曲げることもできないから、周りが上手に折り合いをつけてくれてるんだと思う。でもそのさえこさんがそのやる一つ一つの選択が心からの選択だっていうのがもう分かるから簡単についていけるというか、そこの選択にもう迷いを感じられない。私はなんでみんながついてきてくれるかって、私ってよりも私自身が自分よりも誰かのためをやっぱすぐ選ぶから迷いなく、なんかそこを同じように選ぶ人たちだから、よく分かんないことでもついてきてくれてるんだと。最終的に私がそこを選んでるのをみんなが知ってくれてるからだと思うんだけど、なんかの時もみんな多分頭はてなでやってくれてたと思うけど、物流とかもでも今すごいみんな納得して多分やってくれてるはずだし、とにかくついてきてくれて進む道をこうやって舗装してってくれるみんながいるから、その後に助かってる人たちの姿をみんなも見てるから多分許してくれてるんだと思うって信じてるけど。ダメ、ただ一番のハテナは一番初期のファーム。そうだよ、まあね、自分でもびっくりだった。私もだって会って2日目の人がなんかファームに一緒に連れて行かれて、ここ私の牧場になるんだハハって笑ってて、もうえって思ってもうだからここに書いてあるもん、スポーツをするといいって書いてあるんです。スポーツの星なんですよ。だからこれは全てスポーツ。あ、今スポーツ全部スポーツ。これスポーツだったの。これ全部スポーツ。競技毎回、毎日がスポーツ。試合、毎日が試合。ずっと走り続けなきゃいけない。マラソンってこと。マラソン大会ね、あとまんちゃんこれ気になるんじゃない。恋愛&結婚。お、来た、お願いしますよ。もともと不思議で個性的な人を好むタイプですが、今年はさらに不思議な人を好きになる。またもっと
もうやめて、お願い、万太郎。しっかりして、万太郎。しっかりして。あなたにとっては遊びの関係や自由な感じが都合が良かったとしても、相手は不安を抱えてしまうだけ。本当こういう人じゃないけどね、万ちゃんね。すいませんね、翻弄しちゃって。いつも翻弄するの私。結婚は、結婚には不向きな年ですが、ノリで入籍に進んでしまう。ノリで入籍ちょっと、ダメよ。お願いやめて、ノリで入籍はあかん。本当に書いてありました。本当に書いてあるの。じゃあ、さやこさんの恋愛、はい、相手のことを少しでも理解して友人関係になってから交際した方がいいタイプ。ただし、自分のプライドを守って行動を起こさないままでいると、あなたの興味が薄れたところに相手から好意を寄せられるなど、タイミングがずれてしまいそう。少しでも気になった人がいたらすぐにデートや食事に誘ってみましょう。ごめんね、これさ、私が YouTube ドタキャンした日はそういうことだと思ってね。あ、じゃあそれで一本です。やめてよ。ついていこう、ついていこう。ついていこう、ついていこう。だから、後ろの席予約して。やめて。神様も言ってたもんね、私待ち人は頼りはあるけど来ないから、自分から行けってことだわ、うん、自分がいいなって思ったらもうノリで言っちゃえばいいってこと。結構危なくない、うちら。あんまりいいことじゃない、書いてもらったんですよね。でも結婚、親友のような関係のカップルは入籍や同棲を決めるにいい年、うんうん、え、待って待って、カップルにしかないの。そうそうそう、カップルにしかない。結婚、まあ、私もじゃあカップルじゃない人はないってこと、ゼロゼロ。え、仕事とお金も気になる。ワンちゃん行くよ。はい。現在の仕事に急激に飽きてしまったし。え、なんで？他に興味のあることを見つけてしまいそうな年だって。転職や離職したい気持ちが強くなりますが。あれ？今年の転職や独立などは失敗するので。突然行動を起こすことは避けましょう。はい、わかりました。しないよ、しない。転職しませんよ。いけないって書いてる。で、金運はお金に対する執着が弱まり、浪費が激しくなりそう。面白そうな体験に出費しておくと話のネタにもなるでしょう。YouTube のネタのためにお金を使えって言ってます。本当ですか。いいですね。すごいなんかよく捉えてますね。自分たちの都合のいいように。そう、離職とかして失敗するらしい。失敗する。はい、もう全然考えてもなかったですけどね。さやこさんのお金とお仕事、うん、目標となる人物や目指したいポジション、取り組みたい仕事を見つけられる年。頑張っている人ではなく、結果を出している人を認めてしっかり観察してみると、その人のいいところを真似できたり学べるようになるでしょう。金運は仕事に役に立つものを優先して購入したり、自己投資にお金を使うといいでしょう。わかりました。私やっぱり確かに頑張ってる人を見落としちゃいけないと思って、うん、結構評価するようにしてる、褒めたりとか、うん、で確かに結果出してる人はちゃんと褒めてなかったかもしれない。あ、これ面白いことが書いてありますよね。頑張ってる人じゃなくて結果を出してる人を褒めろ。確かにちゃんと評価していかないと、結果出した人に。ありがとうございます。あ、この最後のビリビリ開けちゃった。これ最後のビリビリ、まだ開けてなかった。何最後のビリビリ。いや、ここからはとっておきのページです。開くタイミングはあなたにお任せしますって書いてある。これあれ、それ今開けた。開けたしかは私のやつ。開くタイミング、サイコさん。ジャイアン来た。ちょっとこれはさ、ほらネタバレになるからさ、うん、口に出しては言えないけど、自分たちで見ましょう。見ましょう。これヒカルちゃんのやつ。ヒカルちゃんの締めた。あたかも自分のさ、ものかのようにさ。おい、伸びた。ヒカルちゃん、私が代わりに読んどくね。ありがとうございます。ありがとうございます。でもすごい当たってる。面白い、占いって楽しい。楽しいね。かやこさんもこういうモードに入っちゃったんで、今日はゲッターズ飯田さんと一緒に2022年を占ったの回でした。バイバーイ。